真の占い師は1週目に出てください、偽の占い師は2週目に出てください、偽の霊能は1週目に出てください、で真の霊能に関しては必ず2週目に、ね、僕の位置で出てほしくださいつまり、あ、俺は偽霊能者やから強いからやってほしい、1週目出るかじゃないかなと。なんか帰ってきたらしいですよ。やっていきましょうか。人狼殺。400年ぶりっすね。行くか。人狼やろ。マジかよ。人狼引かしてくれよ。人狼引いて、1番と狼だって。1番さん。このゲームの人狼殺って何してるか知ってます？平和村即時爆こそいいですよね。一番さん、初戦から華々しく散っていってくださいよっつって言いたかったな。残念。まあ、今回も意味のわかんねえ行動していくか。てか俺2番と同窓するの超久々やねんけど。2番と同窓するのめっちゃ久々。生きてたんかよ、あれっていうレベル。いや、生きてたけど。5。最初ですね。進行論だけ言いましょうか。うん。真の占い師は1週目に出てください。うん。これ面白いでしょ。偽の占い師は2週目に出てください。うん。これ占い師の精査つけやすくなるんでね。うん。真の占い師だけで1週目に出てください。あと霊能に関しては、その逆でいきましょうか。偽の霊能は1週目に出てください。うん。で、真の霊能に関しては必ず2週目にね。僕の位置で出るようにしてください。なるほど。これで霊能の診療バッチリですね。うん。一番大事なことを言います。騎士は潜伏でニグッチョブを出します。うん、はい、なのでシーラネは1周目ような発言をした人をね、今日はね釣りたいと思います。にそうですね、スムラはなるべく騎士っぽい。ム偽占いは2周目はい、お願いします。特に使用なしです。小場所に関しては心霊のは、うん、まあ、占い師は2週目で霊のは2週目ってことなのかな。偽霊のはなんかそっちの方が5番さんだから1週目、なるほど。だからそれをまあ、つまり俺は偽霊能者やから強いからやってほしい。1週目出るかじゃないかなと思うけど、なんでそうしたいんか伝わってこやんからわからん。理由がないからわからんってところ。まあでも5番さんに関しては2週目かなっていうところ。自分の進行論に関しては特にないかな。好きなようにやって、ただ話はちゃんと聞こうかなって思ってる。で、思考ロックはせずに、なるべく人の話を聞いて、受け入れることも大事かなって思ってるから。うん。そんな感じかな。以上です。頑張ります。楽しそうやな、こいつ。こいつ超楽しそうやな。はい、よろしくお願いします。そうですね。まあ、5番さんは、僕は、どうなんだろうな。うん、占い師は、まあ、初心に出た方が強いと思ってるから、うん、まあ、新占い師は必ず初心に出てほしいし、うん、まあ、霊能は、まあ、僕は一周目に出た方が強いと思ってる派なんで、うん、まあ、そこは進行合わないけど、まあ、感情的には、なんか、5番さんを釣りたいなっていう感情は持ってますね。僕に関しては。6番さんは、なんだ感情的に、まあ、5の意図が分からなかったってことはよく分かったけど、頑張りますっていう、なんか、やる気は感じたんですけど、感情的に5ついた。まあ、それ以外で発言拾える要素はなかったと思ってるから、まあ、6番さんは分かんないですね。まあ、もしグレー釣るんだったら5番さん釣りたいな。以上。8番のプレイヤーが発言します。はい、8番、霊能者です。把握お願いします。霊能者です。7番が5番に突っかかる意味が僕は分かんないです。5番の発言から、僕は正直何も様子は落ちなかったと思ってるし、なら5番が出んなというなら、私は5番視点で偽霊能で見られるんでしょう。まあ、それはいいとして、7番が5番に対して意見をするときは、それは7番が何かしらの役を持ってるとき、感情的に釣りたい。例えば7番が占い師で、潜伏を決め込み、2周目に出たいプレイヤーなのであれば、5番に対して文句を言う筋あると思いますが、それ7番は5番に対して意見が違うだけで釣りたいという感情にまではいかないと僕は思ってますので、7番の5殴りはただの感情論でしかないかなって思ってます。以上です。霊能者です。9番、
のプレイヤーが発言します。まあ、自分は5番に関しては別に面白い進行論だったというふうに思っていますけどね、うん、なんか5番の進行に乗らなかった人物がなんか潜在的に黒く見えてしまうような進行論かなというふうに思ってしまったから、うん、なんかまあそういうのも一つありなんじゃないかなというふうに思いましたけどね。別に1周目占いし2周目霊能なんて別によくある裏のパターンなのかなというふうに思いますし、うん、で6番に関してなんですけど、なんか5番に関してなんか理由を求めすぎじゃないかなっていうふうに思って、理由なんて特別ないんじゃないかな、うん、なるほど、そんなに理由ないと思いますよ。ただ5番がそれが したいだけっていうだけで、うん、理由そこまで求める必要ないんじゃないかなって思ったのと、うん、7番が5番釣りたいっていうのが正直よく分からなくて、5番のその狼要素であったりとかいう部分を5番の発言から拾えたのかな、それな、それともその進行論が合わない、進行論が嫌で5番を釣りたいっていうような表現になったのか、理由を聞きたいのは7番、なんで5番を釣りたいかっていうところ、それな、8番に関しては1番も触れない、以上。1番触れないね。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。特に使用はないです。まあ5番さん面白いなと思って、6番さんがね5番さんに対してその進行論に対して理由がなかったから、うん、なんか言ってほしかったなって言ったけど、でも6番さんって好きなように、あ、自分には進行論がなくて好きなように進行すればいいと思うって言ってるから、うん、だったら別に5番さんがね、うん、理由なくそのこと発言しても別に良くないと思ったから、うんうん、そこは6番変だったかなと思いました、うん、7番さんは5番さんに対して、まあ、進行論、あ、自分とはその自分は1周目に霊能も出るべきだって言ってたから進行論合わないなと言っていて、その後に、まあちょっと釣りたいかなぐらいだったから、まあ多分ね、理由があって釣りたいっていうよりは、なんか喋り方の雰囲気とかで釣りたいなって言ったんじゃないかな、うんうんうん。まあだからそこに対して8番さんが感情論がどうので、感情論でしかないって言ってたけど、別に感情論見せてもいいんじゃない？要素が落ちないんだったら自分の感情で5、6差をつけてもいいと思ったから、そこは変じゃないと思いました。だから8番の方が叩きすぎかなと思った。まあ9番も同じかな。なるほど。叩きすぎかなと思いました。以上。いや別に、まあまあまあ。でも俺は7番が変やと思ったか。7強じゃねって思ってるけど。はい。よろしくお願いします。1番さんか7番さんを釣りたいです。ほう、7番さんの発言で気になったところは5番さんは進行的には合わないけどっていうところで一度話を区切ってから、うん、結論として5番さんを釣りたいっていう話を持ってったところ、うん、17ローローもありえるよな、合わないけどっていう話一段落して5番さんを釣りたいって、それじゃあどの様子で5番さんを釣りたくなったのかっていうところが明確的に述べられてないところが、うん、7番さんが5番さんをついた要素が周りから見て何なのかが結論的に分かりにくかった、分かるっていうのと、まあ、1番さんが6番さんに言う要素はちょっと微妙な感じがした。これは、まあ、分かる人には分かると思うからちょっと説明しづらいので、うん、割愛はするんですけど、6番さんへの要素は少し微妙かなと思います。まあ分かる。9番さんが全体的に発言が完璧だったかなというふうに思っています。9の発言完璧のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。2番さんにしろ2番さんにしろ、ハークの方よろしくお願いします。まあ、僕感覚的には7番と1番を釣りたくなかったんですけど、まあ、僕の後ろ先は2番さんが、うん、僕7番1番が釣りたいって言ってるから、まあ、2周目聞いて、まあ、2番の意見も参考にしようと思うけど、僕はあんま7番1番を釣りたくないと思ってて、うん、まあ、5番という異質な存在を見て、まあ、僕普通のプレイヤーとかやりすぎて結構飽きちゃって、まあ、面白い人だなと思って見てたんですよ、うん、あ、でも普通に真面目にやりたい人たちにとってはなんか、まあ、釣りたいなっていう感情が結構普通だと思ってたから、なんか7番さんのその素直に出た感情がちょっと村っぽいなって感じていたから、うん、で1番は9番とか6番にとって予想俺結構完璧だと思ってたから、これ7番と1番あんま釣りたくないなとは思ってました。はい、2番さんにしろです。ん、はい、4番どうぞ。4番、で5番、3番の釣り地って9 1本やねんけど。はい、占い師です。6番さんランダムしろ、6番さんランダムしろ、把握お願いします。うん、対抗の3番さんは狼で見ています。うん、強人であれば2に白を刺さないと思ったんですね。2はかなりまっとうなことを言って釣り位置に入ってなかった狼に見えない人物だと思ったからです。うん、はい、なので3狼で見て、まあ現状は2は囲いはないのかもなって思ってます。うん、発言が良かったので3に囲いはない、はい、7番さんに質問は、5を釣りたい理由をはっきり述べてください。3人の囲いはないやろ。さすがに7番さんが2周目で霊能で出るつもりの人物に見えたからかなと思って聞いてたんですけど、どうだったんでしょうか。はい、
まあ、7番さんが気になりはしますけど、まだ精査はついてないです。はい、以上です。5番のプレイヤーが発言します。どう？はい、やっとこう。樹脂、7番さんが樹脂、9番さんが霊の、8番さんがムラスラ。よろしいですか、盤面。よろしいですよ。盤面固定でよろしいですか。うん。はい、ということで、7番さん正解です。僕が新霊能なんでね。9番さんの出るタイミング的には、おそらく8がスラしてから出てる。おそらく強靭ですね。ほう、なのでいいですよ。7番さん安定進行が強いんでね、僕が今日先釣られてあげますんで、明日9番釣って、その上で3日目に3、4のね進路をつければいいんじゃないでしょうか。うん、残念ながら潜伏占い師がいなかったんでね。ごどうでしょうかね。占い師の進言は、まあ村のみんなに任せますね。僕はちゃんと一陣外ね、あぶり出してね、仕事終わったんでね、8番さんの村すらね、これをどう取るかね、皆さんで審議してください。そうっすよ、はい。ということで、一旦はね、これやっぱ隠し炉を作っていった方が絶対村強いと思うんでね。占いは、一旦はこれクロス占いしてもらって、3日目まで。おばあちゃん、囲いの線もあるからね。囲いの線やったら多分4、6の方があるよ。3人やったら連携取れなすぎやろ。で、次の日はじゃあ8番統一で占ってみますか。どうでしょう、これ強い進行なので。まあ7番さん出なくてもよかったのに。6番のプレイヤーが発言します。5番から神妙一切感じられない。わかる。なんか正直になりだした。まあ7番、せっかもうあんまりこういうこと言うのは良くないかもしれんけど、まあ、2番目やったら例のララアンティやと思うけども、せっかく7番さん騎士が出てんやったらグレー攻めでもいいかなと思ってしまうかな。うん、グレーっても8-1しかおらんねんけど、うん、8番に関してはスラした。うん、まあでもスラ特に理由ないよな、どうせ自分だって俺がスラする時って理由ないから。どうせ理由ないやろ。あるよ、9番とかはもう。9番がそう、まあそうやなと思って、俺も確かに5番に理由を求めたけど、ね、うん、ちょっと違和感あったん、5番がなんで分けたんかなと思って、うん、占い師は1周目で霊能は2周目ってなんで分けたんやろと思ったから、理由はない可能性もあるなと思ったから、9番良かったなと思って、うん、3番4番に関してはまだ分からん、決めきれんかなと思ってる。うん、だ2番に関しては結構その3番が2世でも2番の囲いはないかなと思って。わかる。2番のあの位置で1番7番っていう風に2本してあげてるのは結構兵とも買う行動でもあるから、うん、しかもなんか1番にあげたのってあんまり理由はなかったから、理由なかったっていうか言語ができてなかったから、うん、反論された場合2番の落ち度にもなりうるから、わざわざ1番7番って2人戦うかなと思ってるから、3番が2戦やったとしても2番の格好はないかなとは。わかる、めっちゃわかる。 7番さんに任せる。グレックか例の行くやったら5番に行く。以上。まあ5から釣っていいと思うけど、3番狼の進路進路をケアするなら9やと思う。はい、まあ僕が騎士だったら5番さん殺してた人は分かってもらえたかと思います。5番さんどうせだったら騎士部をしてるような感じだったからね。なるほど。で、先に言っとくと、僕1番さんが9番、8番さん殴った後9番さんも7を叩きすぎだって言って、8球が相当におかしいって言ったけど、うん、僕ね9は7って叩いてなくて、9番って7に対して理由を取っといてる、問うてる人物だと思う。から、うん、1番さんが9番さんに取った要素がおかしいと思ってるから、グレーでおかしいなと思ってるのは1番さん、まあ、グレーってあれしかいないし、8番さんはどうせ理由がないんだよ。おい面白かった。まあ村瀬は多分理由がないんで、やりたいんですけど、まあ8番の処遇が難しいなっていう感じですね。まあ普通に霊能行ってもらって霊能行きましょう。で僕はおそらく意思投票で黒いとこ見つけたらそこに投票しようと思ってるけど、分かんなかったら霊能行きます。でも投票したからといって僕が合ってるとは限らない。で、あと6番さんがちょっと強靭に見えるから、うん、まあ、霊能釣り切るべきだと思ってるし、白のワンチャンあるかなと思ってるね。はい、まあそういう視点は落ちてるかなと思ってるんで、僕は霊能行っていいと思う。で、まあでも結局3、4も1番、あ、3番さんが1番に対して完璧だって言ったけど、僕はそう感じなかったんで、うん、その時3番さんにしてかなと思ったけど、4番さんも別に1番さんに触れてないから、まあ、僕の精査が間違ってるのかなと。
まあ5番さん釣ります僕は。以上。8番のプレイヤーが発言します。なんじゃどうじゃこうじゃと私のムラスラに意味がないとか言ってますが、いや理由はめっちゃちゃんとありますよ。5番の発言で偽の霊能者は1周目に出ろって言って、自分は霊能者持ってないねんから1周目に出る権利はあるんじゃないですか。だから出てました。はい、ムラスラです。まあ5番どうでしょうね。5番9番のサイつけた時、5番派生でどうとでも取れます。5番の発言から3日目まで占い、3日目に占い神器つけたらいいんじゃないって言ってることから、5番強人進路もありえるし、5番から先釣られ強人っぽいムーブをした黒結果を、5番狼で9番が5番黒結果うちローランにまで持ちかける構図もありえると思ってるから、まあ、9番の発言も聞くが、3番視点の中で昨日段階2番に白を打ち、2番が、1番7番が変という3番視点で、他の1番7番は変じゃなかったとか言った場合って、3番視点でなんか6番の発言にも何も考えておらず、3番視点で8番にも視点向かへん時って釣り位置が9番なんですよ。3番視点で少なくとも向くところが、だから3番狼の進路進路とかをなら9番から詰めるのも面白さやなと思います。僕はだからこれはだから5番9番の精査をちゃんとする必要性があるよなって僕は思っちゃいました。とりあえずローラー完遂。9番のプレイヤーが発言します。はい、3番でも死んだと思うけどね。8番でちょっと気になったのが、3番を偽構図でしか見てなくて4番偽構図を全く描いていないのがちょっと気になったかなっていうふうに思うぐらいかな。別に3番偽構図とは考えない、まあ、3番偽構図で考えた時やから、自分目線が8番のこと人外で一周目見てしまって人外だと思って話を聞いているから、うん、あまりそれムラスラってあまり理がない。いや理はあります。例の写真で あなたのこと人外だというふうにいうふうな目線から目線で話聞いちゃってるから、ね、うん、1周目で、そう、7番に取った要素、2番が言ってた通りで、7番で9番から詰めていくかな。だから、5番を釣りたいって逆説じゃなくて純説になっていたから、だからそこにかなり違和感を感じたんだけど、1番とかそこをあんまり感じなかったのかなっていうふうに思ってしまったから、あれと思ったんだけど、まあ3番もそういう精査を取ってたし、結果7番が騎士で5番が人外だったから、まあ、精査の手は合ってたのかなというふうに思った。まあ、でも3番の取り方っていうのは、真面目にやりたい人からしたら5番のような人物は、もう知っておきたい人物だよねっていうことだから、うん、まあ、3番の要素も分かるし、2番と意見が対局にあるところに白出しっていうのが、2番が白かったのと、3番が狼だったときに2番に移る理由があまりないのかなっていうふうに思ったから、うん、3番が真なのかなっていうふうに思ってしまったけどね。うんうんうん、4番が6番に白を出してるところから逆に考えると、4番つながりやるやつ1番とかあると思うよ。8番、9番をグレーのまま浮かした状況か、あ、まあ8番は例のじゃ9番をグレーで浮かした状況かで、やってたからね。1番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。まあ確かに9番の意見は分かって、2番と僕、例えばまあ1と3と2、1と3と2って、うん、まあ、意見が全然違う。なんか今回はね、5番に対しての評価がどう見えてるか、7番、1番、3番が同じような評価をしていて、まあ、他がいや別に関係なくないみたいな感じで7番を叩いたりとか、まあ、理由を聞いたりしてたと思うんですけど、うん、まあ、確かに3番が2番と戦うような構図を見せたい場合って、3番が2に白を打たないから3番の方が真っぽいのかなっていうのは、まあなんとなくわかるなと思いました、うん、まあ、4番でも、まあ、それって結局意見が二分化されてて、2番さんが正しいことを言ってると思っているから囲いがないんじゃないかっていう話を4番させてたけど、まあ3だから同じようにその5番での評価で分かれちゃってる部分だから、誤信急にして、まあそれあんま関係ないのかなと思いました。まあただ9番の意見は分かった、すごく分かりやすいなと思いました。今日は5番から僕は釣ります。レノロラでいいと思う。6番はなんか狩人が出ちゃってるからグレーからみたいな話があったけれども、その場合って1か8になるよね。うん、8番さんは、まあ、確かに9番があなたのことを偽して聞いちゃってたから、それ無駄にないよみたいな話してたけど、別に8番が特段黒いとかが僕は分からなかったから、なんかこのままだと僕はね、グレー行った場合ってもう5番の芯を切って9番を芯で決め打ってっていう、なんか思考をロックしてしまいそうだから、ロラーバしたり。いやー、5芯5の偽決め打ちはないやろ。どっちが真かは分からないけど、9番の理由を聞いて3番の方がちょっとだけ真っぽいなと思います。いや俺逆に9から行きたいわ。2周目で逆に9から行きたい。2番のプレイヤー逆に9から行きたい。
多分9番は偽やと思うけどな、はい、9番線でそういうのは出ろよって話だし、まあ、よほど変な占い筋をしない限りおそらく2番と6番で、まあ、交換占いが入ると、まあ、予想しておりますので、うん、明日の結果見て次第でいいんじゃないでしょうか。まあ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 、まあ、話に関しては、まあ、なんで僕も少しだけ、6番さんの2周目の発言で少し気になった部分があったんですけど、うん、まあ、明日の結果見て別に白だったら話す必要ないん で、まあ、1番さんの発言は、まあ、ちょくちょく納得できない部分はあるんですけど、うん、まあ、3、4の内訳、占い師の内訳が、神と狼だった時には、あまり、相方はなさそうな位置だなと思い、うん、まあ、これあくまで暫定的な話なんですけど、まあ、なんか少しだけ1番さんの色は、まあ、盤面的に白っぽいのかなというふうに思いました。じゃあ俺やん、信教進路だった場合は別なんですけど、にしても俺やん、占いの出方は進路っぽいなというふうに僕は受けているので、まあ、だから明日の結果見て、まあ、白白だった時に、まあ、あの8番さんが、順当に狼になるか、もしくは、霊能との打ち合わせや進路なのか、順当に狼に、まあ、僕は思っています。盤面詰め将棋されたら俺詰めねんけど、一番さんがあまり狼っぽくない、占いか進路だった時に狼っぽくないって思った理由に関しては、まあ、ちょっと時間が短いので、まあ明日話そうかなというふうに思います。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、4番が狼で、まあ、6番か8番に相方かなと今のところ考えています。なんで1番、仮に4番強靭だった場合って、なんか3番狼に見えてる場合って、まあ、2番が仮に真っ当でも、3番が2番の発言をやばいと思って囲ったで対立意見を唱えたって言って3番2番狼があるんじゃないかって唱えればいいのに、うん、4番が2番のことを真っ当だって、もう2番のことを村置きをしているのが、なんか4番強靭で2番にローとしている考察よりかは、まあ、4番狼が色を見えている考察のように見えたから、4番が狼に見えてる、なんかグレーの相方が6番か8番かなって今のところ思ってます。で、うん、進行いた場合、なんか6番の発言でおかしかったのが、なんか5番の偽を追っておきながらで8番1番釣ろうとしたとこで、8番と1番に なんかあんま様子を持ってないことが、なんか6番が適当に、でも正直な新郎新郎なら6番を占うべきじゃないと思う。8番と1番に様子を感じているときだけ、そこに釣ればいいから、なんか6番の発言がこだしないように感じたから6番が変だと思いました。8番に少し疑問って思ったのが、まあ、俺の考察のプレイスタイルとして、まあ、資料室から拾っていくんですよね、1周目は、うん、だから1番と7番が村っぽい、だから9番に向かないのは変だっていう なってほしくなくて、僕は7番と1番が村っぽく感じたから2番には考え直してほしいな、考察参考にしたいからっていう発言だから、分かってるよ。1番が俺に対して敵を向けたのが結構強烈だったので、なんか6番か8番に相方がいるかな、あ、なら多分俺占いが1番いいと思う。占い筋は1つしかないですよね。はい、では4番さんどうぞ。正直クロス占いです。いや、6強に見えるなら占うべきやと思うけど、俺は。まあ、騎士が出てる盤面なので、霊能を確実に釣り切ります。うん、決め打ちをしても、噛み抜かれて色は見えないので、うん、はい、わかりますよね、それは、うん。そういう思考がなかった発言をしたのが1番さんでしたね。9を決め打ちたいけど、ロラするっていう発言。ちょっと急にせやと思うで。で、7番さんが、5に取った騎士の要素っていうのははっきりしていて、騎士は2グッジョブを出しますっていう発言を5番さんがしたからですよね、うん、5番さんってなんでいろんな可能性を残して、潜伏したのかなっていうふうにも見えてます、うん、ただ9番さんの精査を聞いてちょっとひっくり返っちゃいました。結論7の騎士と5の陣外が合ってるから3が真っていうまとめをしましたけど、なんかめちゃくちゃだなって思っちゃったので、まあ、わかる。はい、僕は9から投票しようと思っていました。わかる。4番深夜は2番さんに聞いておくと、1番さんが1、3も1、4もつら多分な、9番くらいと思うぞ。何だったんだろうって思っちゃいました。僕は1、3はつながるって思ってるので、うん、3番さんって初週で1と7を白く置きました。うん、で2番とは連携できてませんでした。っていうのは、まあ、きしめを感じたっていうのはあるんでしょうね。うん、僕も振り返ったら、ああ、なるほど、きしめもあったわって思ったので、そこをしっかりかばった1番さんっていうのも、まあ、1、3もあると思ってます。いやー、1、3はねえと思うべ。わからんけど。9番オオカミだと思います。9番オオカミ、5番神。3番オオカミ、4番神かな。一番黒は分からんけどね。
284か。5次投票追放されるプレイヤー。マジやばない。はい、じゃあこの村にね2つお願いしときます。はい、7番さん絶対今日は4号 A でお願いしますね。ああ、まあそれは無視。6の色が分かんないんで、ね、あれどっちだっけ。4が8が4が6なのか2か、うん、2番占ってもらいますね。うん、2番はスムラじゃないかな。なら2号 A ぐらいしとくべきやと思う俺やったら。白結果落ちたら2番はもうそのまま。うん、で開口なんですけどね、2週目の発言聞いてほぼほぼ俺強靭だと思うのね。マジ、なので3の相方は18だけど1の方がねつながり濃いと思う発言の内容が。ほー、なので占い師ね、今日はクロス占いしてもらいます。うん、そして明日は統一で8占ってください。あ、そやな。で8番が隠し色になったらほぼほぼ、3つって1つって終わりになると思うので、おうおう、多分4番さんは明日噛まれる可能性が高いと思う。ないと思うぞ絶対に。あの4番噛まれたら逆に新郎新郎キャンセルされるからいいんちゃう。気持ち的楽になるし。言ってきますけど僕ちゃんと仕事してますから。仕事してないの7番さんですから。騎士は逃げてるだけの仕事。僕はしっかりと対抗の陣が生み出した上で出てますからね。そうやな、その辺の違いね。これが真の霊能の仕事ですから。うん、まあ、まあ、真の霊能自投票しやんけどな。スムラでやってたんでしょ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。真の霊と霊能は自投票しないと思います。でも9番が偽やと思います。さあどうでしょうね。これはまあ9番は5番に白を出すと思うわ。5番の狼像はあんまりないから。そして多分俺から発言が始まる。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番8番のプレイヤーが発言します。なんか占い師ともどもセンスがないなって思いましたね。6番の発言を聞いた時に3番2番の囲いはまあそっか、3番2番の囲いはないと思うし、少なくとも6番派生からグレーを詰めねって言って3番思考の中で新郎新郎があって 6番強人の思考があるなら6番占いはないやろって俺は思っちゃった。新郎新郎考えるなら最終値に黒6番に持っていくようにするように他占いはって俺は思っちゃってんけど、まあいっか。とりあえず9番釣ります。俺は9番に機能を入れた理由は9番視点で8番が人外だと思ってましたっていうなら、じゃああなたは僕の対抗で1周目出ればよかったんじゃないでしょうか。5番の何かしらわからない見えない可能性の光を感じ取った時にあのなんかビビって潜伏しちゃったんじゃないんですかって思って、それなら堂々と出てる俺の方がかっこいいんじゃねって思っちゃいました。かっこいいは違うわな。まあそんなわけでまあ9番の方が偽だと思い思ったんで9番から名は入れました。それだけです。とりあえず今日は9番釣りまーすかね。いや6番の昨日の発言は白かったと思いますよ。3番派生で2番の狼がないっていうのと、まあ隠し色になったから視点的情報は落ちるけどね。なんか安心感は生まれるけど、俺ならそこ占わねえわって思っちゃいましたね。以上9番のプレイヤーが発言します。4、8、6かな。まあ、盤面上占いに狼で確定しているんですけども、いや8番さ、普通に考えてさ、まあ、自分がさ2周目に出るであれさ、1周目に出てるであれさ、8番の発言を聞いてさ、あなたがムラスラすることなんて予見できないのだからさ、心霊の三味線ってさ、あなた人外としてさ置くんじゃない？え？なら対抗出ろよ。人外としてあの発言を聞くんじゃない。それがおかしいっていうのはあなた、じゃあ霊能視点に立ってみてください。9番新霊能視点に立ってみてください。いや、いないな。1周目で仮に僕が死を教えたとしてもあなたのこと人外として見てますしさ、1周目のあなたの発言って、だからあの1周目に死をすればよかったんじゃないのって、お門違いの発言だというふうに思ってしまうんですけど。でそれ違くね。で占いに関してはやっぱり占い進路確定っていうか、それやったら9番確定にせやわ。いや結果論3番は合ってた。結果論3番合ってた。だから7番のことをあの占い確定狼、あの1番7番釣りたくないっていう発言は結果論合っていたっていうか、多分な9番偽精査をしていたと、まあ7番が何らかの偽精査をしたことが違和感を感じたっていうのは2番と一致したから、
だからなんかそれに対して強く引っかかってきたのもなんか4番の偽四つかなっていうふうに思ってます。だから4、8、6じゃない、多分な9番視点やったらそれ5番の城知ってるわ。はい、2日目よろしくお願いします。めっちゃプツった。僕も4、8、6に見えるかな。まず8番さんってどう見えてるんですか。嘘、プツプツ、みんなはロボハシ、ロボハシやくさ。ないですか、ギリ。まあいいや、ゆっくり喋ります。8番さんは僕のことをどう見えてるのかが気になりました。知らないです、興味ないです。3番さん視点で6番さんを狂人と見る、占い霊能神童と見る場合は6番を狂人で見るべきだ、だからセンスがないみたいな話があったけど、8番視点で6番さんのことを白く見ているということは僕が確実に黒だよね。いや、もしくは神童神童やから。6番さんの白さを述べていたから8番視点でなんかもっと盤面を整理して僕の黒にたどり着くのが裏であれば自然だと思ったから8番さんは黒だと思いました。なるほど。1人外かな。今日、4番が9番が、うん、結果論的に5が人外、7が騎士だったから消去法で変えたい、変えた件について消去法で、まあ、4番が指摘してたけど1が黒だと思う。それは4番の指摘は分かるかなって。ただそれ だからといって実力を飲んでる5番さんを釣らないで9から行く思考は分かりませんでした。なので4番のが人外に見えます。実利は結果論やろ。けど僕話聞きたいのでさっきり行かないです、はい、実利は残せない。のプレイヤーが発言します。いいっすよ、別に僕そんな大した話しないんで100秒間ずっとさっきり行ってもらっても構いません。大した話やん。まあそうですね、めちゃくちゃ重要な話したね。まあ、1番さんをまあ占い師を暫定的に神と大神で置いたときに、まあ、一番さがまらっぽいと思った理由は、まあ、かなり盤面的な話になるんですけど、まあ、ただね、まあ、2、6、白、白出て、そんな盤面も結構詰まりきってるので、その村置き、まあ、今あんま必要ないなと思ったので、いいぞ、撤回しました、四番さんに言うと。はい、ん、そこはもう一回考え直します。うん、今日の占い位置は、1番さんで固定してください。両占い師とも1番さんで固定してください。せやな。それがいいと思う。まあ、新郎新郎だったとき、多分今日絶対黒を打つんですけど、明日、うん、偽の占いが。8番さんに黒を打たせたくないです。8番さんの方を、統一占いしてください。8番さんの結果を見た後に、明日の8番さんの考察を期待しています。8番に黒を打たせたくない。3番さんに一つだけ、まあ、期待、大好き。2番さん、4番を狼で置いた理由は、まあ、4番の、2番に対する囲いがないっていう精査が色が見えてそうって言ったんですけど、うん、まあ、4番が強人であれ、3番が真だったら2番って白になるから、別に4番が強人だろうと狼だろうと2番が白っていう情報は4番の中では確定してるから、うん、そこは変わんないんじゃないかなというふうには思いました。まあいいんじゃん、1番統一占いでも。プレイヤーが発言します。なんかそれってよりかは、なんか4番がなんか2番が真っ当だから村っぽいと感じたって言って、もう2番を村前提で進めようとしてるとこがなんか4番が狼やってそうと思った。4番が仮に強人で、2番にまだ黒を打ちたいって多分強人なら思うはずだから、うん、2番のその意見を消して喋ってる様が4番が色が見えてそうって思った。2番さんこれで大丈夫ですかね。なるほど。だから4番が狼見えてます。でなんか結論4、8狼の、まあ、5番9番に新居かなって思いました。あーなるほど。8番のコースの中でなんか6番強人見えてるんだったらなんか他のとこ占いよって言うけど、別に俺は6番のこと強人だっていう言葉は一つもしてないし、確かになんか4番狼の相方が6番8番にいるんじゃないかって推理を組み立ててるわけだから、うん、別に8番が6番のこと強人見えるなんか俺は知ったことじゃないから、6番8番単体で拾っておかしな要素が6、8それぞれにあったわけだから、なんか8番がそこまで組み取ってくれないんだって思うし、組み取りたくないです。6番と2番に知る要素を感じてる場合ってじゃあ1番になるよね。じゃあ8番って1番について結構精査するべきじゃない。いや別に俺1番の狼はまだ追ってないから。じゃあ1番が狼でどっちか、3番と4番どっちと繋がるのかって考察伸びるから、なんか8番がそこまで考察伸ばさないのが変だと思うから、なんか4、8狼の5番9番新居に見えてます。あ、いいんちゃう。なら俺に黒打てば、まあ、1番占ってみます。あ、 1占いでいいよ。では4番さんどうぞ終わります。1占いでいいよ。1占いでプレイヤーが発言します。
1番さんに説明しときますね。9番投票の理由、うん、精査がめちゃくちゃだと分かったから、分かる。結果論で7の騎士と5の陣外が合ってたから4が偽っていう結論でしたけど、うん、それだけで4偽に置くって霊能視点じゃ全然ないと僕は思ってましたけど、だって7が騎士っていうのを伏せてそういう行動を取ってるわけでしょ、うん、ある意味嘘をついてるんですよ。だから7の行動がおかしく見えて当然なんですよ、うん、そうでしょ、だから7の行動が おかしく見えて当然なんですよ。嘘が見抜けてない人っていうふうに考えた方がいいですよって、はい、僕は思ってます。うん、あの7番さんの行動が悪いとかじゃないんですよ、うん、はい、あの時点で嘘をついてるんだからそこがおかしく見えて当然という話です、うん、でなので9が偽に見えたので僕は9を、分かる、9は多分偽だと思う。だから9番の色がめぐりたかった。81の精査ですけど、あと今日の9番さんもおかしいですよ。8が黒1になって 3,4 どっちかつながるってなった時に、うん、一直線で4につながるっていう結論がおかしい。3だってあるよ。9はやっぱり偽だと思ってます、うん、もしかしたら色の見えてる狼かもしれないとまで思ってます。わかる、はい、まあ狼かもしれないと思ってるので、18で比べるとやっぱり1番さんと僕は対立してしまってるので、うん、若干黒く見えてしまってます。いいんじゃない？まあ、占い結果でそれは見てみようと思ってます。今日は9を釣ります。6番のプレイヤーが発言します。もう俺9行って、今日9行って明日、まあ色結果に終わるけど4行こうと思うよ。なんか4番のなそこまで別にいらんくない？なんか考察で9が狼に見えて、でそこからじゃ3が狂人に見える。進路進路に見えるか、進路進路に見えへんくて、心境進路に見えるで、そこからの議論の発展があるんやったらいいけど、うん、もう終始9の偽しか言ってないから、まあ、確かに。しかも4番はその投票した理由なんていうのは、もう昨日の段階かって言ってるからね、4番って。うん、で、同じことの繰り返しやから、正直4番の方が偽に見える。なるほど。で、その、9番にあるその8が探偵48に繋がるのがおかしいって言うけど、この状況から2番6番って隠し色が2つできてて、うん、残り1番8番が勘ぐれの状態、うん、で8番っていうのは3番に叩いてんやん。で38でライン切り必要性ってあんの？何の語り？めっちゃ言ってる。ちょっと待ってな。やっば。ご苦労か、これはやばい。じゃあまあ進路進路やとしたら、4番が固くなに9番って言って、3番は5番。じゃあグレーに黒打った方が、ま、あの狼じゃね。とりあえず考えるわ、9つって考えるわ。とりあえず9でいいよ。とりあえず9つって、ちょっと考える、ごめん伸びんかった。とりあえず9番つって、3番4番で黒打った方が店ぐらいでいいかな。多分それぐらいでいいと思う。9番圧倒的陣外に見えてくる。だから9番から積みたかった。5番黒はないわ。5番の黒だけは絶対ない。投票が終了しました。追放されるプレイヤー。ない。絶対ない。絶対にせ。遺言を発表してください。はい。ごめんなさい。結果が出てて本当に5番が黒だったんですけども、まあなんでこの結果語りをしたかというと。グレーの強靭位置っていうのが9番を芯で決め打つというような発言をするのかなっていうふうに思ったから、うん、あの進路進路だった場合ね、うん、だからこれで残した。でもまあ結果的に、まあ、進路進路だと思うんですけど、結果的に強靭位置はどっか分からなかった。6やろ、8番かなって強く思ってたんだけど、8番が9番に行くっていうような発言したから、8番の強靭はないのかなっていうふうには思っています、うん、正直なところ。でまあ、4番とつながり、4番と5番がつながりえるかなっていうふうにやっぱ思ってしまうから。4、5はないぞ。昨日強く9番に行こうとしていた。ないと思うぜ。まあでもひっくり返せないと思うんだけどね、4、5、狼でも9番、3って。おい2番に託すわ。進路進路だと思う要素は3番も4番も対抗の集積に対して隠し色を生成してることから、うん、やっぱり進路進路だと思う、うん、で占いで新芽が高いのはやっぱり3番で、4番の方が新芽低いと思うけどね。強靭位置、ごめんなさい、分からなかったです、うん。強靭値6じゃね、9番シーン決めるとかっていう話を強靭するのかなっていうふうに思ったけど、いや明日神無しとかになるんじゃないかなって思うけどね。神無しじゃないやろ、神無しやった場合って2番も6番も、いやそうやって2が噛まれるよ。分からなかった、6番が強靭かなと思ってギリギリまであれしてたんだけど、ね、明日なんで統一で1番統一占いしてください。1番統一占い、うん、それでいいと思う。1番統一、1番確定してろでいいと思う。1番確定してろ、1番神抜かれぐらいがちょうどいいんちゃう。人狼に気をつけてください。
そしたらなんかちょうどいい感じになりそう。一番確定白できた時って俺が盤面的黒位置になるから、そうなった時って俺視点って俺別に一番の狼追ってないんですよつって、新郎新郎6番強靭があるんじゃないかつってんで、一番の狼になって1ミリも追ってないんですよ。一番黒出た瞬間ぶん殴るわぶん殴るわ、ぶんぶんにぶん殴る。でもな、一番黒あんまないねんな。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。マジ6番勘でくれんの、占いローラーで終わりじゃね一番に昨日言われた質問を言っておくと、俺は一番の狼などさらさら見ておらず、新郎新郎6番強靭があるんじゃないか、これは初日から負けておりませんでした。5番の発言から占いを最後に決めてばいいんじゃない、この発言から5番強靭占い進路が出てるのはほぼ確定じゃないか、ただし5番が狼と仮定した時にも、占い進路が確定しているのではないかという考察を残しました。ただし9番の発言、9番の発言から8番という霊能語りに対して敵意を向き出し、しかし潜伏、そして5番が出てきて僕がスラ、この状況において9番視点で5番は9番視点で8番に対して1周目特段何も言わないことが、多分9番視点で8番は白に見えたんでしょう。でなおかつ5番から何らかの役の匂いを感じ取ったか一旦潜伏で、僕のスラが発生し9番が出てき5番が出てきた。9番視点で5番のことがあの発言上、まあ多分黒に見えないと思いますよ、白にしか見えないと思いますよ9視点って。だから34で新郎新34の9号で新郎新郎やってると思って、僕は6番強靭だと思ってるから裏ネローラでほぼ終わると思ってるんですが、いかがでしょうかね。なんなら1番2番に対して強靭要素を拾えてないんで、まあ、僕が、あ、でも嫌やな、柱はなんか負けた感あるから3番4番ローラーしますが、まあ4番からでいいかなって僕は思ってます。1番のプレイヤーが発言します。厳しい。まず9番さんが僕は真に見えなくなっちゃったんだけど、この盤面だったらどうしようって思いました。昨日の9番さんの結果語りご苦労で、まあ、6番さんの発言の途中で強靭を見抜きたかったって話があったけど、うん、それをされたことによって2日目の、ほぼほぼ、ね、多分な心境で誰がグレーに狼がいるかっていう9番さん6番強靭だと思うぞ。で9番さんって8番さんに1日目の2週目であなたが霊能で1周目出たせいで自分は1周目あなたを人外で見てしまったって言ってたように、僕はもう盤面で号泣は心境だと思って進めてしまっていたから、そう、それは9番さんはもう人外でやってんのかなって。例えば48ローローで9番さんが強靭で5番さんがなんか死んで実力を飲んでるみたいな発言があって、9番さんの心が上がってたからこそ語ってご苦労って言って、うん、そうなった場合って48がちょっと精査濁ってワンチャン逃がせるかなって思って9番が強靭でご苦労ってやっぱり言い直したっていう可能性があるから、うん、むずいです。で8番は、6番で強靭が落ちてると思ってるって言ってるけど、僕はね2番で強靭、2番は強靭じゃないと思うから、う、進路進路場面だったら6番強靭が落ちてるっていうのは分かるか分かるんだが、その場合って僕8番から釣りたいです、うん、なる、だって8番が強靭じゃないっていう保証はないし、8番下で6番で落ちてると思うんだったら別に釣ってもいいから、いや柱は負けた感あるか、いや占いを決め打つ場合は4番から釣ります。ただ今日はね、どちらの白結果どっちもっていうんだったら、結局、占いを釣るべきだと思うから、4-3の決め打ちでいいと思います。うん、そうそうそう。4-3の決め打ちでいいと思うよ。4-3決め打ち。あ、いいですね、1番さん。はい。8番さんは今日は釣りません。4-3で決め打ちします。うん、そうそう。まあ、決め打ちでもないですけどね。まあ、新郎新郎の可能性がかなり高いという、状況でもあるので、うん、まあ、1回釣ってから残った占い師が8番に黒を打つ可能性もあるので、そうそうそう、例えば今日4番とか釣ったりしたら、まあ、明日3番が8黒を打つ可能性もあるから、まあ、決め打ちではないんですけど、まあまあまあ、終わんなかった時にもう1回決め打ちが入る可能性があるっていう、まあ、せやな、3、8のバトルやな、まあ、今日は占い師から1回釣ろうかなというふうに思います。まあ、まあ、そうですね、世にだいぶ評価傾いてねえけど、一応考えてることはいろいろあるんですけど、うん、考えてること何吐き出して、まあ、ただあまり発言したところで、占い師見たくで投票しようかなというふうに、うっさんくさのプレイヤーが発言します。
なんか僕ぶっちゃけ9番の行動にはあまりいただけないんだけど、まあ、9番が死んで5番8番狼4番狂人なんじゃないかなって思ってる。え、まあ、これ理由なんだけど、これマジでわからん。狼ってつなげたんだけど、それ9番が死んに見えてたから。で8番と1番を単体で精査した場合って、まあ、8番の方に落ち度があり、まあ、1番の方に人外も感じなかった、だから4番8番だってつなげていたんだけど、まあ、状況を見てみればなんか8番に割とヘイトが向いている、8番に霊能だったけど、まあ、意見が対立の方が多かったし、うん、なんか4番が占い8番が霊能すらした場合って8番が死ぬ構図だから、なんかあんまり4番8番狼っていうのが追いづらかったよね。発言では4番8番って言っていたけど、どういうこと。だから、まあ、4番8番ってよりかはなんか5番8番の方がなんじゃないかなって思ってる。4番がだって2番狂人はないと思うぞ。5番の精査が変だからって言って、うん、5番の精査が変だったけど、まあ、9番のただその1点だけで9番の精査を覆したのも変だし、うん、なんか霊能に時間使いすぎなとこがなんか何かしら狂人で5番と9番に、神道がいるのが視点付けでそういう発言になったってなっちゃったんじゃないかなって思うから、うん、4番狂人もあると思うし、なんか5番と8番のやり取りがめちゃめちゃ臭いって感じだよね。5番なるほど。霊能1周目出てくるやつは偽って言ってたから僕出たんですよっていうのが5番と8番のプロレスっぽいって感じだから、なんか若干9番が死んで5番8番狼の、まあ、4番狂人なんじゃないかっていうのが今のところの僕の推理です。なるほど、はい、4番言ってください。なら多分なそれはな言い返せるぞ。3番視点、いや9番って5番に対して同意を求めてたんですか。わからないですね。いや5番が偽で狼っていうのを結構考えてたケースだったので、昨日の発言でちょっと話したかったなとは思ってます、うん、9番さんが語ってたので、あの5番さんの自投票があまりにもおかしくて、わかる、狂人でもやらない行為、狼が、狂人に見せたい行為じゃないかっていうのがちょっと思考の中にあったので、それが新決めたられるぞ。結果先に聞いてあの考察を先に進めたかったです。でですね、3、8狼があるかどうか、8が急に4に来るって言い出したので、うん、ありえるかなとは思ってますけど、まあな、まあ9番さんのスタンドプレーかなって思っちゃってるところもありますね。3、5狼、ただ9偽っぽかったんだよな精査が、ってわかるよ、めっちゃわかる、すごく引っかかってるんで3級狼もあるかなと思ってます。3級狼か、それはもう初日の投票でしかないからな。8が翻したのでちょっと人外に見えてきちゃったってのはあるんですけど、うん、初週の8番さん、2週目の8番さんか、5に対する言いっぷりってなんか本当に村でふざけたなと思ったんですね。5番が、偽は1周目に霊能は出ろって言ったから、スライド楽しそうだからやってみた村人に見えちゃいました、うん、はい、ちゃんと3から釣ってください。まあわかる、狂人が6で落ちてたら楽ですけど3から釣ってください。狂人6やろ、狂人6で落ちてたやけどなって思うねんけど、見なかったか、だやろね、これはだやろね。まず俺が狼やったらここで4番からつらへんやろって思うねんけど、4進ですぐ見えんのって3、8やと思うけど、はい、ああそう、4番からつられて2番は4枚いったか、じゃあ2番3枚いったか、どうなるやろ。2強、2強ないと思うけどな。どう、ウェイいかがなる、狂人がね6で落ちてるんじゃないかってって感覚は、いかがなるこれは。あのタイミングの6の4への精査がおかしかったから、うん、なので明日3つって勝ちじゃないかなと。勝ちやと思うぞ俺は、3つ出たか。僕の偽っぽい予想って誰も説明してくれないんですよ、だから反論はできないんですけど、うん、わかる、あー3つかって話だから、1番さんの2周目の発言、1周目の発言とか聞いて、うん、6への触れ方とかって僕6がおかしいこと言ったの知ってるんですよ、うん、でも自分の白先だったから、うん、あんま言ってないんですけど、1が6を怪しんだ目線とかすごいよくわかるなと思って聞いてたんで、うんうんうん、いや今日釣り負けたのはめっちゃ悔しいですけど、3を釣って明日勝ちになるといいなって思ってます。まあ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 勝てると思うけどな。人狼に気をつけてください。合ってんじゃね。やっぱシノシノじゃね、シノシノ
三狼の紅茶ね。紅茶ねえかな。まあ2番が噛まれると思うわ。2番が噛まれて、ほい。ああ。マジ？ありがてえ。ありがてえ。超ありがてえ。まあそうなるなぁと思いながら聞いていました。うん。はい。というわけでね、改めて3番さんと8番さんで、まあ、もう一度決め打ち行います。うん。まあ、あんなに4番さんに票が集まるんだと思いましたけど、まあ、4番さんが釣られたということで、うん、でまあ3番が8強ですね。まあまあまあ、まあ、まあ4番が死んだった時の主張はもうこれで新郎新郎しかなくなったので、そうそう、まあ、3番さんが死んだった時にどっちか5、8か8、9か4、8か、まあ、どれかっていうのを5、8、8、9、4、8かというふうに思います。別にそれだけでいいです。うん、まあ、特に他に聞きたいことはないので、はい、でまあ8番さんも最後の主張をしてください。狼をどこで見てるのか。うん、まあもう最終まで来たんでね。9番が狼ってください。別にこれもあるなこれもあるなとかじゃなくて、うん、一択で絞って切ってください。オッケー、93ローラー6票。はい、そんぐらいですかね。3番のプレイヤーが発言します。まあなんか2番の中で多分俺に対して引っかかってるところって、まあ、4番のことを、まあ、最初狼だって置いていたけど4番が強靭で8番5番狼だっていう敵の仕方が、まあ、多分違和感があったと思うんだよね。うん、なんか俺の視点考えてほしくて、5番と9番で9番の方が死んだと思ってた場合って、まあ、4番が狼になるじゃん。でなんか9番がそれで9番5番黒打ったから、あ、じゃあ9番が死ん5番が狼あるかもしれない、5番4番か5番8番かってなったら、なんか結構5番8番で8番が5番に対して結構プロレスやってるように感じたのね。プレスっていうか、じゃれ合い甘神っていうかな。いやー、9号には見え、はや、5番が8号には見えんぞ。霊能は西なんでって言ってたんでやったんですよってのが、5番8番のエイトリップ見えたから、5、8、狼4番強人なんじゃないか。5、8、狼4番強人ねえねえねえ感じていたよね。4番が5番と9番の精査に関して結構時間を使っていて、9番が俺に対して偽って見えてくるのが分かんない、3番の方が真ってなるのが分かんないって言って、その要素だけで9番が真、9番が偽なんじゃないかって考察が4番が強靭っぽいなと思ったから、まあでも、うん、どういう意味かな、もう一回聞きたかったら、まあ、2番は投票放棄をしてください。まあ、8番が次の100秒間で喋るんで、まあ、そこをついてみせます。僕は2番がまだ聞きたいことがあったんだったらね、まあ、変だったのは8番ってことに気づいてください。8番ってことに、まあ、はい、言ってやろう。以上です。8番のプレイヤーが発言します。僕って人狼ゲーム数戦やってきてるんですけど、よく言われるんですよ、君の頭は変だってね。3番視点って5番8番に見えないと思いますよ。例えば4番強人5番9番にシンとローがいるという世界線やったら、8番視点で初日の段階5番と9番のラン視点だった時に絶対に票の入らない9番に投票入れ、8番9番ライン切りの方が見えると思いますよ。僕は初日の段階で5番の発言は、まあまあまあどうだろうと、3番狼発言の9番の狼があるかもしれねえから、9番から釣ってもいいんじゃないか。って言ったんですよ。なおかつ9番の初日の発言って、5番のその進行、面白いよねって言ってるから乗ってるんですよ。だから9番、5番に対して、なんとも思ってないから、9視点って5番って白なんですよ。だから9番の5番黒結果がありえないんですよ。これは、わかんないと思う。俺にしかわからないことだと思います。俺の中でロジックは立ってるんですが、説明は難しいです。2番に言っておきましょう。僕の最終提出は3級ロー6、3級ロー6強です。これでしか俺はないと思ってますよ。だから俺は、6番の発言で3番、2番狼がない。だから4番はなんで2番占ってるって思ったし、3番視点、村の相違で新郎新郎があるって思うのであれば、3番の占い値は6番じゃなくて1か8に色をつけ、6番を最終的に黒い地に持っていくことによって新郎新郎の時もケアできるのではって僕は思っちゃったんですよ。ただこれだけで3番釣りでお願いします。全部
その疑いには無理かな無理かな。無理や気がする。2番はどうだ2番はどうする。3番に片上もいってほしいけどな。どうでしょうかね。これは負けるかな、負けるかな。お、勝った。え、勝った。マジかよやったぜ。ジージー、ありがとうございました。さすがじゃん、ロボットくん。やんな、6級やんな。強靭感じゃダメよ。やんな、6級やんな。6番だって9がご苦労って言ったと一瞬迷っちゃった。そうそうそう。いや、ライズです。お疲れです。3号ありがとう。3号だから、3号マジライン入りしてたからさ、3と5で最初から。マジかよ。